扁平足を改善しましょう。はい、八神慎吾です。千葉県館山市でハリキュー整体院なごみ体見直しところの院長をしております。このチャンネルでですね、肩こりや腰痛などですね、体の症状を自分で改善するための知識、またはですね、スポーツ、ダイエット、トレーニング、ストレッチ、マッサージなどをですね、安全に行えるための方法をご紹介しておりますので、チャンネル登録をお願いいたします。はい、本日はですね、体の症状編になります。扁平足の改善の仕方についてお話ししたいと思います。今回ですね、3部作になります。まず扁平足ってどんな状態なのと、2つ目ですね、よくある間違いでございます。そして3つ目、改善方法と、この3部作でお話ししていきたいなと思います。じゃあまずね、扁平足ってどんな状態っていうことをご紹介したいんですけれども、足ですね、はい、横から見るとここでこうカーブがあるの分かります？はい、でこれね、ポイントとしてはこの骨なのね。骨のところでカーブがあるかで、ここって筋肉なんですけど、昔末次慎吾って言ったら分かります？さ、あの陸上選手は扁平足だって言われてたんですけど、扁平足じゃなくて、ただ単にここの足裏の筋肉が激しく発達しすぎてて、骨はここにちゃんとあるんだけど、ここに全部筋肉がついちゃって扁平足に見えてたっていうのはある。そうじゃなくてね、ここに骨がこうやってあるんですよ。これがね、弓状になってるでしょ。これがアーチと呼ばれます。でこのアーチって実はここだけじゃなくて、今度こっちから行く、ここにもね、こう若干それ寄りすぎかもしれない、はい、こういう感じで、すごい俺も薄いかもしれないんだけど、これも弓状になってるんですね。でさらに言うと、ここでこういう感じで、ここでもアーチ状になってるんですね。これが横アーチっていうんですけど、ここの方が低くてここがちょっと上がってると思うんだけど、こういう感じになってます。これがアーチになります。今の、3つ、内側の、内側アーチと外側のアーチと、横アーチっていうのが全部、3つあるんですけども、それがですね、低くなっちゃってる、状態を扁平足って言います。でこれ何が問題なのかなっていうと、こういう状態で言うと、足裏の筋肉の負担がやっぱ上がってしまって、足底筋膜炎って聞いたことあります。だそういったものの原因だったりとか、外反母趾、はい、っていうの原因になったりとか、膝の、ね、内側の痛みの原因になったりとか、あと腰痛の原因になったりとかします、はい、そういった、ね、問題が出てきますので、改善した方がいいんですけれども、やっぱりこれはね、扁平足って足だけの問題じゃなくて、体全体に関わってくるので、大元としてはやっぱ姿勢がすごく大事になってきます。で姿勢を改善することが絶対大事であって、タオル整体っていうのがすごく始めてほしいんですけれども、今回はね、足のことだけでお話ししていきたいなと思いますので、そこをちょっと端折ってやらせていただきます。なので、扁平足はそんな感じですね。そういう状態になります。次にです、よくある間違いです。扁平足の改善策として、インソールというのをね、測定板ってやつですね、はい、使うのがあるんですけれども、これでですね、よくね、測定板ってわかります？測定板、足の中に、靴の中に置くやつね、インソールと言われるやつに、ちょっとこう、もう内側のアーチ状になっているのがあるのわかります？ここにもうなんかもう膨らみがあって、もう作られてるんです。アーチを作られてる状態のインソールっていっぱいあるでしょ。で、結構今の靴ってそれが多いんですよ。某スポーツメーカーのやつとかすごい多いんですね。でそれをしているのが多いんですけれども、これをつけると非常に良くないです。はい、なんでかっていうとですね、そもそも足をつく時っていうのはこのアーチがあるじゃないですか。アーチがついた時にずっとこの状態じゃないんですよ。ついた時にこれがピンってなるんですよ。でここに筋肉ついてるんですけど、これピンってなったことによって、筋肉がピンって張ったことによって、足のこうにかかるストレスっていうのを吸収してくれるんですね。負担を取って、ここでピンピンってこうやることでクッションの役割をしているんですけれども、ここにこうやってアーチがのを抑え、のを作ってくれる測定板があるとするでしょう。そしたらここでこれできなくないですか？はい、できなくなるんですよ。これもうすでにここにあるからね。そうすると、ピンと張れなくなるんですよ。筋肉を使わなくて済むようになるんですね。はい、で体っていうのはすごくですね、対応能力が素晴らしいんですよ。そうするとね、
対応能力が素晴らしすぎるがゆえに、ここにアーチがをしなくても、アーチの加療してくれるものができてるわけなんで、それをしなくても良くなるから筋肉をより使わなくなるんですよ。はい、そうするとより衰えてしまうということですね。はい、でインソールをつけてる間は、いいんです。しかもこのインソールをつけてると、ね、タチの悪い、もタチの悪いわけじゃないんだけど楽なんですよ。はい、すげえ楽なんですけど、それをつけてるがゆえに、そこに本来は使った方がいい筋肉を使わないことによって、よりアーチが崩れてくると。インソールをつけてる間は大丈夫なんだけど、そのもそれを外した途端に全然ダメになってしまうよってことがあるので、やらない方がいいです。はい、これよくある間違いです。はい、ね、扇平足だからこれ上げればいいんじゃないか、それはそうなんだけども、ここに物が合っちゃうと、こう、これができなくなるんですよね。はい、それが問題になります。はい、ではですね、改善策どうしたらよいかということですね。はい、答えはね、まあ、まず姿勢を元に戻すっていうのはすごい大事なんですけど、筋肉ですね、筋肉をこき使いましょうと。はい、どこの筋肉をまず大事に考えるか、やっぱここのピンってここですよね。ここをやる上で、やってほしいのが、まず一つ目、カーフレーズです。カーフレーズっていうのをご紹介しましょうか。はい、じゃあまずカーフレーズをご紹介したいと思います。壁際に立ってください。で、肩幅ぐらいについていただいて、足がこうなんないように、こうなんないように、このような状態にしていただいて、まっすぐね、まっすぐにした状態で、親指をこうやって上げてください。親指を上げた状態からかかとを上げます。で、下ろした時にまた親指を上げます。グッとグッと、こうすることでより足の裏の筋肉を刺激することができます。ちゃんとこの足の裏のアーチについてくる筋肉を張らせるということですね。はい、これをやっていきましょう。で、張るようだったら、まあ、10回とかからでもいいんですけど、できるようだったら20回やってみてください。で、両足で全然余裕だよってなったら、これを片足でやるとよりちゃんと負荷がかけれるようになるので、こういう風になってくる。こんな感じです。これがまず1つ目のご紹介になります。こんな感じですね。はい、これが、これ僕見えます？大丈夫ですか？はい、これがまず一つ目、カーフレーズになります。次に二つ目、これはですね、ずっと僕が紹介しております、実はスロージョギングです。はい、スロージョギングってなんで、足裏のアーチ鍛えれるかっていうと、足つくときってここでつくでしょ、フォアフットってここでつくじゃないですか。で、そうすると何が起きるかっていうと、筋肉を使うって言いましたよね。で、筋肉ってもちろんここも使うし、ここも使うんですけど、ここの筋肉も使ってるんですよ。こうやってやるときにしっかりとこう張らなきゃいけなくなるから、見えます？僕の足、実はスロージョギングをしっかりとやっているとアーチっていうのを鍛えられるんですよ。逆にアーチが鍛えられない走り方っていうのは、かかとからついちゃう、リアフット、ヒールストライクでやるとアーチ使わないんで、どんどん落ちてしまうんですね。なのでスロージョギングで実はやっていくとアーチの改善にもつながっていきます。これが2つ目。そして最後です、インソールです。え？ってなるじゃないですか。インソールさっきダメだって言ったじゃないですか。はい、ダメなんですけど、これだけ大丈夫です。これだけか分かんないですよね。はい、はい、こちらですね、バランスインソールと。はい、見えますかね。これ以前僕がですね、ナゴミンショッピングをやった時にご紹介したやつなんですけれども、これはですね、なんでいいかっていうとですね、本当にいいんだ。はい、インソールなんですけど、さっき言ったようにこれ見えます？はい、ここは本来こうなってるっていうのを言ったじゃん。なってないでしょ。はい、なってない代わりにこれ見えます？こことこことここにが上がってるんですよ。つまりついた時にこことこことここが最初につくようにできてるってことですね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、さっき言ったここのピンピンってピンピンってやるときにここについてるからピッてなりやすくなると。これをインソールを履いていると実は筋肉をしっかりと意識してこき使えるようになると、はい、アーチを育てるという役割を持つインソールでございます。
はい、めちゃめちゃ優れものでございます。はい、ぜひともですね、これはですねご購入いただけるとありがたいなと思っております。まあ、うちはですねちょっと最近取引をしておりませんので、まあ、在庫はちょっといくつかまだ残っているので半額セールはまだ継続してるんですけど、サイズにね制限がございますので、もし希望の方はですねダイレクトメッセージいただけるとありがたいなと、希望のところにインソール、サイズ何センチぐらいですっていうのを書いていただければ、ありますありませんというのは言えますので、あとはですねリンク欄にですねナゴミンショッピングのね動画を貼っつけておきますので、詳しく見てほしいなと思うんですけど、これすごいいいです。はい、バランス工房さんっていうね今は、まあ、多分まだあると思うんですけれどもの会社、がやってるインソールでございます。はい、すごく使えますんで、これはね、扁平足の改善に使えます。はい、というわけでですね、本日はですね3つほど、ご紹介しましたね。改善方法はまずカーフレーズ、次にスロージョギング、そして3つ目インソール、インソールでもこれだけですよ。はい、このインソールですかね。はい、やっていってください。はい、で注意事項立て、まず、注意事項があります。注意事項はですね、すでにどっかに痛みあるときは、治療を優先してください。わかります。先ほど言った扁平足になると足底腱膜炎になりますよ、外反母趾の原因になりますよって言ったときにもうすでになってますよと、で痛いんですよっていうときは今のはやっちゃダメです。やっぱ痛みを助長する恐れがありますので、まずはそこの、治療を最優先すると。もし炎症が起きてあるんであれば炎症を落とす、アイシングとかそういったことをしっかりとしてあげて症状を抑えてからやるべきことをやっていくと、ことがありますので、今回は症状がない方に対してのメッセージになりますので、そこはご注意ください。はい、これはですね、まあ、どんなこう YouTube っていうのはね最大公約数いろんな人に見えるようにはするんですけれども、そういった一人一人の状態に合わせては言えないので、ここだけね注意してはしてほしいなと思います。というわけで本日はですね、扁平足について、扁平足ってどんな状態なの、よくある間違いについて、そして改善方法についてご紹介させていただきました。これからも皆さんにとって有益な情報を発信してまいりますので楽しみにしてください。あなたも姿勢を変えて人生変えましょう。 YouTube チャンネル登録お願いします。 LINE アット登録お願いします。 LINE アットに登録すると YouTube の新着情報、イベント情報、ご相談、ご質問などができます。LINE アット登録お願いします。